こんにちは。原宿プロジェクトメンバーです。原宿プロジェクトでは金沢発信のかわいいをテーマに5つのブランドで商品を展開しました。今回は5つのブランドごとに商品をご紹介する動画の第2弾です。またご紹介する商品は8月23日の香港サマースクールにて販売いたします。それではご覧ください。どうぞ。私たちのブランドは未来を変えるきっかけをコンセプトにアニマル柄を用いたリメイク商品を制作いたしました。それではご覧ください。どうぞ。こちらのアイテムは 40% 牛柄フード付きパーカーです。鮮やかなオレンジ色が印象的なこちらのパーカーはショート丈でスタイルアップ効果が狙えるアイテムです。裏地は裏起毛で温かく心地よく着ていただけます。またフードの裏地には牛柄を縫い付けたのでさりげないデザイン性が魅力のアイテムです。今回はこちらのアイテムを使ってストリート系ファッションなコーディネートを組みました。パーカーのオレンジが入るようインナーやパンツをモノトーンで統一しました。アクセサリーはシルバーのフープイヤリングを使用しアクセントをプラスしました。ショート丈のパーカーにフレアパンツを合わせたスタイルアップ効果抜群のコーディネートです。夢物の石本美優です。夢物は洋服を愛しその洋服を着ている自分をもっと愛してほしいをコンセプトに全てリメイク商品で展開しています。ぜひご覧ください。どうぞ。3種類のデニムをリメイクに使ったペプラムデニムジャケットをご紹介します。ベーシックなデニムジャケットのウエスト部分を大胆にカットし他のデニムと組み合わせてフレア展開をしました。ショート丈にしたことでカジュアルな印象のデニムに女性らしさをプラスしました。またウエスト位置が高く見えるのでスタイルアップ効果が狙えます。パンツ、スカート、ワンピースなど様々なコーディネートのアクセントになってくれるアイテムです。セットアップのフレアパンツと着ていただくのもおすすめです。ワンランク上のコーディネートを楽しんでいただける商品となっております。本席の宮里吉田です。私たちのコンセプトはアジアカオスでアジア特有の雰囲気と現代のストリートファッションを融合させたアイテムを展開しています。それではご覧ください。どうぞ。こちらのアイテムはショートトレンチです。大きな袖と短い丈が特徴的なトレンチコートです。身頃と袖が一体になったデザインは他に2つとなく印象的なアイテムです。ウエスト位置は高く設定してありスタイルアップにも効果的なデザインになっています。今回はトップスとボトムスを黒でまとめショートトレンチが際立つスタイリングにしました。タートルネックと細身のストレートパンツを合わせることでショートトレンチの形をきれいに見せることができます。ウエストマークにボルドーのベルトを使用しウエスト位置を高く見せるとともにスタイリッシュな印象を与えるスタイリングに仕上げました。こんにちは、そこです。先日行われたポップアップショップにお越しいただきありがとうございました。ご好評につきそこの商品は完売いたしましたが今回は縁側の商品を1点ご紹介させていただきます。それではどうぞ。ツーウェイジャケットをご紹介いたします。こちらはワンサイズのみでモデルさんの身長は165センチです。値段は税込みで8000円です。ワッフル生地というポコポコと凹凸感のある生地を使用しとても弾力のあるものになっています。白と黄色のリバーシブル仕様になっているため個性を出したいときは黄色を表に、シンプルなコーディネートを組むときは白を表にするなどその時の気分によって変えることができます。秋冬に活躍すること間違いなしの使い回し抜群のアイテムになっています。
今回は大きな襟がついているブラウスを合わせて可愛らしいスタイリングにしてみました。スカートだけではなくデニムなど様々なアイテムと合わせることができます。袖をまくって違う色を見せるのもおすすめです。ミネオベイビーのデザイナーの河原翔平です。自由なストリートコンセプトに制作したアイテムは皆様のご声をいただき完売することができました。ありがとうございます。完売はしたんですけど、一部商品を動画として作らせていただきました。よかったらご覧ください。どうぞ。パッチワーク風袖長シャツとワイドフレアパンツとベストについて説明いたします。袖長シャツのパターンは青の袖長シャツと同様のものを使用し、生地を変えて製作いたしました。この生地も独特なパッチワークが施してあり、他にない生地となっています。見た目通り見た目にインパクトがあるアイテムで、長い袖とそれについたポケットや特徴的な襟、長めの着丈から出るシルエットがより一層他と被らないシャツとなっています。カフスを折り曲げ、袖のポケットのボタンにつければ手を出すこともでき、表情も変わり面白いシルエットを出して着用することもできます。ワイドフレアパンツは1からパターンを引き製作いたしました。裾にたまる丈でハイウエストで履けるパンツになっています。これも独特な生地なんですが、シルエットはシンプルなのでどんなアイテムにも合わせられるパンツです。ベストはリメイクで製作し、片目を打ち付けショート丈にしたベストです。これもどんなアイテムでも合わせられるベストとなっています。5つのブランドのおすすめ商品はいかがでしたか。今回ご紹介した商品は8月23日に行われる本校サマースクールにて販売いたします。ぜひお越しくださいませ。またご紹介できなかった商品は現在ハルモニーオンラインショップにて販売中です。詳しくは概要欄を